こんばんは。こんばんは、皆さん。なんかね、また目が悪くなったかもしれない。なんか日に日になんか目が悪くなっていってるような気がする。なんかさ、 ICL あるじゃないですか。たまに私の配信で話題にすることなんですけど、目の中にレンズを入れる手術。あれを本当にやろうか考えてる。なんか毎日目が悪くなってるような気がするんですよね。なんでだ。あかりんさんがやってたやつ。そうそう。ギフトありがとうございます。うりんちゃん、ヘリアンさん、ひなたさん、通勤急行通過駅さん、イルラッサさん、ウミガメさん、セキさん、うりんちゃん、サリオさん、ミハヒナさん、トシヤさん、ジャボテンさん、クロプリさん、クジマスさん、サッタンさん、ハイキーさん、ギフトありがとうございます。ケイジさんまさきさん、ゆうきさん、たまごサンドさん、ゆうさん、ギフトありがとうございます。あおたかさん、おみかんさん、ありがとう。今日ね、メールでも書いたんですけど、おみくじをちょっとその場で引かずに買って帰ってきました。おみくじです。昨日配信で話してたんですけど、おみくじをね買って帰ってきた。今日はこのね、おみくじをね開ける配信をしたいと思います。じゃーん、これです。立つ。かわいい。なんか毎年さ、うさぎだったらうさぎのこういうやつだったりさ、かわいいおみくじが、牛だったら牛の形をしたやつとかさ、あるよね。これ買ってみたかったんですよ、こういうやつ。だから買ったんですけど、なんかその場で開けるのはなんかもったいないかなってちょっと思って配信のためにちょっと
撮っておきました。出てくるのはね、このお腹下の方からです。ここを引っ張ったら出てきます。この体の中に入ってるんですよそうだよ、配信のために撮っておいたんですよ。割り割りませんよ。かわいそうじゃない？これ割ったら、カーンって割ったらこのバラバラに なっちゃうんですよこれさ、まあタツだったらまだ割っても大丈夫かもしれないけどさ、なんかウサギとかだったらさ、なんかウサギをガンって割ってたらなんかちょっとかわいそう。なんかタツはなんかこの子はちょっと体勢合いそうこの子終わったら、この子はさ、なんか割ってもさちょっと大丈夫そうじゃないですか。でもなんかウサギとかだったらちょっとなんかそう、罪悪感が罪悪感が生まれる。いやドラゴンはまだなんか強そうじゃんタツはかわいそうじゃない。いやそういうわけではないんだけど、なんかそういうわけじゃないんだけど、なんかなんだろう、この子だったら割っても大丈夫そうかなって少し思う。かわいそうではあるけどてか割りません、割りませんよ。これ割って出すやつじゃないですよ。ちゃんと裏にシールが貼ってあって、ここをピッて引っ張ったら出てきます。いいですね、今日じゃないや、今年、あ、年男の方、辰年だよっていう方いますか？何、牛とか土の子とか何なの？これは辰ですよ、辰だよ辰ちゃんと買ってきたから、間違えずに買ってきたから、ちゃんと書いてたからおお、年男と年女の方がはーいって、おお、いい年になりますように。ってことは牛とらうーたつ、牛トラウータツ、トラウータツ、3つ下の人が年男年女私牛年なんだけど、ちゃん、ゆきりか、まひなさん、みちゅさんが辰年。おー、年女いいですね。私はもう3年前に年女を経験しました。まあ特に何もなかったんですけどなんかいきなり、あ、パンちゃんもそうだ、パンちゃん私の3つ下か、そうか、年女イエーイ、意外といましたね、たくさんいますね。いや私が牛年だった時は正直なんか運がパーンってなんか開いたような感じはしなかったけど、でもなんか気分的にいいですよね、うん、今年年女ですっていう、年男です、年女ですっていう、いい一年にしてください。
リームーンさん、サさん、チャイコさん、ユウさん、ハルキングさん、カラさん、ヤスシさん、クジマスさん、ニクネさん、コウタさん、ジャボテンさん、宮口ひろしさん、プーチンさん、ハルキングさん、ショウイチさん、泣きがらさん、イハクさん、サリオさん、ヒゲメガネさん、マサキさん、ギフトありがとうございます。アヒルさん、ヒロフミさん、マフェリアスさん、ジャボテンさん、ウリンちゃん、キノコのカパパさん、グーさん、がんばりさん、ギフトありがとう。おみくじ1個しか買ってない。え、もう開けようかな。アリちゃん、明けおめギフトありがとう。まだ見てないよ、まだ未開封です。かわいい歯が4本しかないこの子の真似するね。ひげいいね。なんか金色、金色いいですね。なんか緑とかじゃなくて金色なのがすごいいい感じ。なんか置いてたらさ、金運が上がりそう。黄金の立つ。もぐもぐさん、かわいい、ありがとう。ウミガメさん、ハートありがとう。りょうへいさん、かわいい、ありがとう。ホエープロテインさん開運ギフトありがとうございます。いや、お金貯まりそうね。お金貯まってほしい、本当に。いきなり貯まってほしい。これを今日起き出したらいきなりもうバーンって金運上がってほしい。あ、でもなんかあれですよ、今年いて座ね、金運がいいらしいです。いて座なので、ちょっと今年は2024年あの私の口座にちょっとね、たくさんあの大きな数字がね振り込まれることちょっと楽しみにしています。他の星座は分かりません。他の星座は分かんない。でもいて座が確かめっちゃ金運良かったんですよね。それだけしか見てない。あのね、でも1位じゃなかったんですよ。2位とかでした。1位忘れた。いて座しか見てないや。え、もう開けるよ。ちょっともう早く開けたい。いいですか。じゃあこの子開封。ピッ。出てきた。生まれた。内臓とか言わないでよ。何それ、なんかグロテスクグロテスクじゃないよ。これこういうものなんですよ。さてさて、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。チャララランランラララララ。あ、詰め切らないと。さてさてさて、開けます。開かない、なんか紐が固い。あ、開いた。いきます。でーん、なんかいい予感がするんだけど、めっちゃいい予感する。ちょっと私見ないから先に見て、みんな。いきます、せーの。はい、何書いてる？
めっちゃ微妙。どうする？何これ。末吉、またいいことあるかも。このみくじに合う人は今年1年いいことがある点点点かもしれません。え、超微妙なんだけどねー、微妙。末吉って上から数えた方が早い、下から数えた方が早い、どっちですか？もう一回買いに行こうかな。真ん中ぐらい？良くも悪くもないのか。てかさ、めっちゃ反応に困る。あ、下からの方が早い。え？なんだってそっか、今日の一個上。もうだったら今日出た方が良かったよ。まあ吉だからいいってことにしようかな。あ、確かに末広がりの吉って考えたらめっちゃいいかも。いいことが末広がっていくって考えたらめっちゃいい。その考え方ナイス。今めっちゃ気分が変わりました。末広がりですよ。いいことがどん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 北へ南へ東へ西へ服が広がっていくってことですよね。だって芸人さんにあの末広がりさんっているじゃないですか。だってコンビ名になるぐらいですからね、末広がりって。いいことですね。いいことです。末広がりずさんですね。なんかね、私ねこれ開けるときになんかいい予感がするって言ったのはこの杖のこの部分がちょっと台に見えたんですよ。ちょっとうっすらこれがなんか台ってこう見えて、ちょっぴりちょっぴりね、こうやってたらこうつこの丸まってる状態で、あれこれ大吉あるんじゃないのって思ったんですよ一瞬。だからみんなにえすごい大吉じゃんみたいな感じの反応を少ししてほしかったから、じゃあ先に皆さん見てくださいって言ったんですよ。そしたらまさかの末吉でした。ムカつくムカつくあーもう超微妙だった。もう何なんだよ、毎年なんかこんな感じの、毎年こんな感じの結果なんですよ。中吉末吉吉とかなんだよ。そろそろ大吉出てくれてもいいんじゃないのかな。私はいつでも待ってるよ。そうシミュレーションしてたんですよ。シミュレーションしてたよ。え、あこじすごい、早く目を開けて、大吉だよっていうコメントがこうバーって引いた後に流れてたのを目を開けた瞬間に思い描いてたんですけど、末吉末吉微妙
末吉微妙微妙わら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 反応に困る反応に困る、何とも言えない、下から2番目っていうコメントでした。残念まあいいや、まあね、そんななんかこう浮かれずに今年もね、まあ浮かれることなく地に足をつけて過ごしてくださいねっていう、過ごしましょうっていうメッセージかもしれないので、まあいいですよ、末広がっていきましょう。まだまだ幸せになれる、そういうことです。うん、そういうことです。飾ろう、この子飾る、私のお気に入りのおしゃれスポットに、部屋のおしゃれスポットにこの子を飾る。でも飾ってるだけでなんか運が、まあなんか自分に回ってきそう。金色。でもおみくじ何回引いてもいいよね。おみくじは何回引いてもいいから、また引き直そうかな。機会があったら心の困りごと相談室さん、ウミガメさん、チャイコさん、クックさん、コータさん、ギフトありがとう。ウミガメさん、クマちゃんありがとう。マサキさん、ダイソンさん、横順さん、ツグさん、ヒゲメガネさん、カタカナのタカさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。アッチャさん、ジャボテンさん、金色銀色金魚さん、ヒロタールさん、ギフトありがとう。せいちゃん、モンブランさん、ガンちゃん、ガンちゃんヨッシーさん、クジマサさん、ギフトありがとうございます。マーさん、ありがとう、ギフト。キノコのカバババババさんおみかんさん、ギフトありがとう。みんなは何だったんですか？おみくじ引いてない？ズミンさん、いい人ありがとうございます。まだ引いてない、まだです、まだ引いてない。あ、そうなんだ、明日行く。大吉でした。すごい、大吉でした。まだ初詣で行ってない。あ、そうなんだ、大吉でした。大吉の人多くない初詣で行ってない人もいる。吉でした、まだです。小吉、大吉。ガントチャートさん、鏡餅ありがとう。そっか、なんか大吉出てる人多くない？いいな今人がね、そうだよね、多かったり、初
スモーデっていつ行けばいいんかな、いつまでにとか特にないんかな。初詣でいつまで、初詣は三が日に行けないときは松の内1月7日まで、地域によっては15日までを目安に、小正月1月15日までに行くようにするよう行くようにするといいでしょう。松の内は年神様が家にいる期間。1月7日まで年神様が家にいるんですか。年神様、金運あげてください。金運をあげてくださいらしいですよ。初詣は1月中に行けばいいですか。1月3日を過ぎても大丈夫です。初詣とはその年初めて謝辞っていうのかな、これ謝辞に参詣すること。行く日が厳密に決まっているわけではありません。ただ慣習として年が明けたら早めに行った方がいいでしょう。元日または三が日に行くことが多いのです。松の内は年神様が家にいる期間、初詣はお正月行事の一つであり、これまでの感謝と新年の無事や平安を祈るものなので、年神様がいる期間である松の内にお参りするというわけです。小正月には正月飾りなどを焼くどんど焼きが行われます。その煙とともに年神様は天上にお帰りになるとされ、この日で正月行事が終わります。そのため1月に行くなら15日までだと理にかないます。だって、低くなりました。なんかじゃあ初詣は3つ一応タイミングがあるらしいですよ。1月3日の三が日、1月7日の松の内の期間、小正月1月15日の小正月までのこの期間が一応なんか大きなタイミングっぽいですね。でも全然1月15日以降行っても大丈夫だよみたいなの書いてありますね。ただあまりに遅いとその年の浜屋や熊手などをいただけない場合もあるので注意してください。なんか私のお父さんは毎年
浜屋をその年のやつを買うんですけど、めっちゃ買ってくるのが早いんですよ。なんかなんか気づいたらもうパッてなんか飾ってあるんですよ。もうすぐ変わってあるんですよ毎年。なんかあ、もう新しい干支のやつに乗ってるみたいななんか気づいたらね買ってるんですよお父さん。なんかあんまりその買ってるところ見たことがない。でもめっちゃね浜屋を切り替えるの早いですすごい秒で買えますで変わってる。そうなんですよ、仕事が早いんですよ。小島家の初詣ですか？でもなんか毎年めっちゃバラバラで、なんか大人になった今はなんかそれぞれ別々でに行ったりとかしてたんですけど、子供の時はなんかおじいちゃんおばあちゃん家に泊まって近くの和尚さんになんかなんか唱えられながらハニャ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 ってやられながらなんか年を越したりもしてましたね。なんかそのおじいちゃんとおばあちゃんのなんか友達、親戚じゃないや、近所の人でなんかめっちゃ田舎なんですよ。だからお寺に行ってお嬢さんが、まあ、普通にお年玉もらうぐらいのなんか関係で、それでなんかこういるなんか紙でさこうシャン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 ってそうやられながらなんか年越すとかはまあ子供の時あったかな。なんかもう田舎すぎて分かんないんですよ、その人が誰なのか。お嬢さんの本名知らないんですよまあ聞いたら分かると思うんですけど、まあ、なんか田舎あるあるでなんか誰からもらったお年玉なのかよく分かんないけどめっちゃお年玉もらえるみたいな感じで、そう名前が分かんない。そう子供の時だったし、でも和尚さんっていうのは覚えてるんですよ。和尚さんにお年玉をもらったり、なんかこうシャンシャンシャン、なんかこう髪なんかさ白い髪がさこうパーってこうフワーってあるやつでさこうやってもらったりとか、それは覚えてるんですけど、でも本当なんか子供の時めっちゃお年玉もらっててなんか誰かわかんないけどなんかその地域の
その地域の なんとかさんなんとかさんみたいな。わかんないです、多分和尚さんですよ、私の記憶が間違ってなければ。うん、また聞いときます、あの人は一体誰だったのって。あの人は一体誰だったのってお父さんに聞いてきます。そう、なんかそれでお年玉めっちゃもらってたからいくらかな、なんか結局最高ピーでもらってて、でそれでのそれであの DS とかなんかいろいろ買ってた気がする、ゲーム機買ってた気がする。なんか DS を買って全然余裕みたいな感じ。そうだから子供の時はあのその田舎のおじいちゃんおばあちゃんのところに行くのがすごい好きだったんですよ。お年玉を黙ってたらガラガラガラってやってきて、親戚とかあの近所の人がやってきて、明けましておめでとうございますってこの来るんですよ、小島家に。小島のあの田舎のお家にね、でやってきて、なんかとりあえず「あ明けましておめでとうございます」って玄関の方で言ってたらもらえるんですよ、お年玉を。なんか黙ってニコニコしてたらもらえるんですよ。そうで、しかもその人が誰なのか分かんないんですよ。であの名前が分かんない、名前分かんないけど、あおじいちゃんおばあちゃんのなんか近所でお付き合いされてる方してる方なんだろうなとか、親戚の誰かなんだろうな。っていうのはなんかなんとなくは分かってたけど、でもその誰からどの親戚からもらってるのかは正直よく分かんなかった。自分もそんな感じやったな。え、そうよね、なんか田舎の人はこれすごいわかると思うんだけど、なんかあの中途半端な田舎じゃなくって、もうめっちゃ田舎なんですよ、もうおじいちゃんおばあちゃん家が。だからもうその地域一帯でもう助け合って生活してるみたいな感じだから、もうその地域の人たちから全員からもらえるみたいな感じなんですよ。だからもうお正月は玄関のガラ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 っていうもう音が鳴り止まない、ガラ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 、明けましておめでとうございます、ガラ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 、持ってきたよー、なんとかかんとか持ってきたよー、ガラ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 、お年玉も持ってきたよーって。そうだからだいたいキッチンが真ん中の大きい広間にいたら、その近所の人たちがこう入ってきて、あー大きくなったねーとかって言って、
うん、この人誰だろうとかって思いながら大きくなったみたいな感じで、あのなんかニコニコしてたらなんかもらえるんですよ。本当に本当になんかあれですよね、ありえないですよね。このおばあちゃん誰だろう、このおじいちゃん誰だろうって思いながら3年生になったとか言って3年生になったよ、4年生になった3年生になった4年生になったってとりあえず言っとくみたいな。懐かしい、昔はそんな感じでしたね。そう、もじもじしてたらねもらえるんですよ。そう、なんかありがとうってありがとうって、とりあえず挨拶は忘れない、挨拶は忘れないけど、そのあのポチ袋を持ってくるおじいちゃんの、おじいちゃんやおばあちゃんの名前はわからない。挨拶は大事にしてた、でもなんかあれなんですよ、その私のお父さんがもう子供の時からその近所の人に可愛がられてたりお世話になってる人だから、お父さんは分かるんですよ。だからお父さんに向けて、あ、私のことに誰々に似てるとか、そのお父さんもなんかお父さんがなんかよくなんか頑張ってるねみたいな感じでなんかこうその世間話をしてるんですよ。だからなんか私は勝手になんかお母さんの方に似てるとか、なんかお父さんによう目が似とるとか勝手に言われるんですよ。でもまあそこら辺は本当にあのスルーしてて、それそこら辺はもう右から左に受け流して、もうお年玉だけもらえたらあの兄弟みんなでちょっとパーってどっか逃げるみたいな。そう、兄弟とかいとこはあのお年玉がもらえたらとりあえずパーって逃げるみたいな感じでした。とりあえずあのいとこともあのとりあえずお年玉もらったら向こうに行こうって言って、まあまあ子供の時だからそんなもんですよね。で、あの別室であのいとこといくら入ってたとかって言って中身の確認をし、中身の確認をする、兄弟といとこで、あ、この人は一律やったねみたいな確認し合うんですよ、兄弟いとこね。そう、でもたまに差が出る時があるんですよ。私のお姉ちゃん、一番上のお姉ちゃんが一番高い時とかがあったり、逆に年下の、まあ、いとこ女の子がいるんですけど、あのちょっと低かったりしてそこであの差をつけられることもあるんですよ。だからみんなでこう情報を共有し合って
情報共有して、そこでもうあれですよ。だから、あ、その子供たちの中で、じゃ一番きゅ、さっきの人には一番多くもらったから、なんか誰々がちょっと最後挨拶お見送り行った方がいいよって言って小学生の時にちょ一番前の前の方でちょっとお礼言った方がいいとか言ってちょっとあのいとこと私はちょっと後ろの方いるからみたいな子供たちの間でそういう会話が繰り広げられてました。私はまだあげたことないですね、お年玉。でもちゃんとなんか親にそのもらった人の名前を書いときなさいって言われて書いてはいました。なんとかさんみたいな、わからないけど、わからないけど、その親に言われたその人の名前を書いてしまっておきなさいって言われてはいましたね。うん、私からお年玉が欲しい。私からのお年玉ですか？そうだな、お年玉なんかあげますよ。じゃあ ピラ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 。ピラ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 。はい。シュッ。飛んでいけー。皆さんのところに届きましたか？じゃあ分かりました。じゃあ本当のお年玉をあげますね。
届きましたか？そろそろ届く頃だと思います。おかしいな。今送金したんだけどな。おかしいな。葉っぱでした？葉っぱでしたか。じゃあ途中送金するときに葉っぱになっちゃったかもしれません。すいません。コジペコジペ、じゃあ分かりました。私と皆さんの間だけで使えるコジペっていうものが存在してるので、はい、アイコジの世界にはコジペっていう通貨があるんですよ。じゃあそっちでお年玉を送りますね。じゃあコジペ一人3コジペ、3000コジペ送りますね。3000コジペ。3000コジペね。あれですよ、今円安なので日本円に直すと3000コジペは1円ですね。あ、3円です。3円です。ちなみにKP です。 KP 3000KP って書きます。3000KP は日本円に直したら3円なので、円安最近ね、ちょっとね大変なんですよ本当に。アイコジワールドでは、ちょっとねめちゃくちゃなんですよ本当に。何も買えない何も買えないね。もう大変だからもう KP はね滅びつつあるんですよ。そう、KP、
まあコジペね、もっと広まってほしいなって思ったんですけどね。うん、ちなみに KP 加盟店はあるの？あ、あります、あります。まあ一応そうですね、コジドナルドっていうところでは、コジドナルドっていうハンバーガー屋さんでは使えます。コジドナルドとコジンイレブンはい、コジンイレブンとコジドナルドでは、はい、使えますはい、あれコジペンは、うん、ハンバーガー屋さんとあとコンビニでしか使えないですね個人イレブンと、はい、あ、でももう一手、もう一つあります、もう一つありますよ。こじまるっていう百貨店ですこじまるっていう百貨店でも使えます。はい、百貨店です。そうなんですよ、結構使えるんですよ。だから皆さん、コジペイでお買い物するときはコジマルとあとコジンイレブンとコジドナルド使ってください。何の話ですか何の話ですか。すいません、もうちょっとふざけすぎました。コジペイっていうね、あ、コジワールドでしか使えないお金の話をしてました。響き渡れ僕たちの歌、歌聞きたい？え？アイゴジワールドの国歌ですか？いいですよ。アイコジワールドの国歌をじゃあ皆から聞いてください。
時5時はい終わりです。これが、国歌です。じゃあ分かりましたよ。本当にじゃあ今から作りますよ。国歌いきますよ。トゥーントゥーントゥ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 したがえみんな逆らうことなく誰一人背くな一人残らず定めに勤め耐え抜き苔になるまで従え はい、これが国歌です。国がやばい国がやばいやばい、すごいやばい国がうん、終わってる終わってる、この国終わってますね。行ってはダメな国ランキングワースト1位ワースト1位すぎる世界の行ってはいけない国アイコジワールド1位、堂々の1位ですね。外務省のホームページで注意喚起はい、日本のちょっともうホームページにも載るぐらいやばい国が出来上がりました。
存在しませんよ。存在しません。そんな。皆さん信じたらダメですよ。皆さん信じないでください。そんな国があるわけないじゃないですか。本当に長い冗談でしたよ。あいぐー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 。これ知ってますか？シーリングなんですよ。顔やばい。顔やばい。スプーンの裏に映った自分の顔がやばい。なんか進撃の巨人に出てきそうな巨人みたいな顔してる。シーリングって知らない？こういうやつです。これを作るやつです。美味しくはないですね。そうそうそう、手紙に手紙の封をするときとかに使うやつ。これをちょっとやってみたくて100円ショップに売ってたので買ってみました。こうやってなんか 2,3 個ロウを溶かすんですよ。こういうやつを。こうやって入れてろうそくとかでの火でこう溶かして、でそれを垂らしたら、これが溶けたやつをパーって垂らして、このハンコでキュッてやるやつです。ちょっとこれをやりたくて、どうなるんだろう。ちょっと試しに一個やってみようかな。
なんかろうそく、なんかこういうやつ買ったんですよ。いてて。これにちょっと火をつけて、きます。頭が燃えてる頭が燃えてる。落とさないようにしよう。ちょっとこれ考えてなかった。頭がもげてる。だってこれ頭がへこんでいくんでしょ、この人の。ちょっと待って、無理かも。ほらこれ後頭部。待って、無理。面白すぎるこのろうそく。やばいやばい。じゃごめん、倒さないように気をつけよう。じゃあこれを溶かしていきます。ジュー、ん？あ、溶けてきた。え、ちゃんと溶けてる。すごい。え、すごい。見ますか、こんな感じでちゃんと溶けてきてます。
面白いですね。今こんな感じ。あともうちょっと。おお。溶けた。じゃーん。そう。じゃあこれを垂らします。どうしよう、ちょっとこの紙に垂らしてみる。いけ。うわ。で、押す？押したらいいのかな。えい。この裏に垂らしてみた。いいかな、そろそろ。いきます。どう？どうですか？すごい。できてる。バラです。かっこいい。雰囲気出てます。すごい。楽しいね、これ。できた。バラ。昔の人はこうやってロウを垂らしてって押して封してたんだね、お手紙とか。シール代わりかな。取れました。すごい。じゃーん、おしゃれですね。なんかこういうの映画とか、なんかそういうのでしか見たことない。なんかちょっと横がここが広くなっちゃったけど。熱くないよ。かわいい。おお。いいね。じゃーん。
手紙とかにさ、なんかさこうやってさ、こうやりたいね、こうやってちょっともう一個やってみよう。またでも火つけないといけないちょっと頭がなんかこんなんなっちゃった頭がもう脳みそが溶けちゃった。ごめんね、なんか申し訳なくなっちゃったよ、この人を燃やすの。えっていうことはさ、またさこれ燃やし、これをさ溶かせばさもう一回使えるってこと？これ何回でも使える。わやばいやばい、見て真っ黒、後ろは真っ黒だった、何回でも使えるってことじゃないんかな。今みたいに綺麗な色は出ない。そうなんかな、ちょっともう一回やってみようかな。もう一回これを再利用してみますね。砕いてみた。ちょっともう一回つけてくる。また頭の上に火が灯りました。まあこういうデザインやけん仕方ないよねちょっと申し訳ないけど頭を燃やしてしまう。じゃあこれから溶かす工程も見せますよ。多分これもう一回できると思うけどな。あ、いけた、いけた、いけた。いけました。
ですね。いい感じです。ただなんか気泡ができてる。あともうちょっと。消してしまった。でもちょっともう一回やってみますね。垂らします。で、スタンプ。お、あーでもやっぱ横に広がるね。なんか丸くなってほしいんだけど、ちょっと横に広がるのは仕方ないか。もう話していいかな。えい。うわーでもなんか雰囲気出る。すごーい、楽しい。これほらめっちゃ雰囲気出る。素敵。よくない？この広がりが逆にいい味が出たかもしれない。いいね。これめっちゃ楽しいんやけど、ちょっとハマるかも。確かになんか同じ形ができないのがいいね。面白い。これ買ってよかった。これで届いたら確かに嬉しいね。剥がせれるよ。おお。あったかい。ちょっとテンション上がる。これなんかテンション上がる。なんかねこの紙がねツルツルしてるんですよ。だから簡単に剥がれるんですよ。なんか普通の紙とかだったら剥がれないと思う。取れた。いいね。渋いね。楽しいこれ。渋い。
なんかちょっと昔の人の気持ちになりました。本当にこれでこういうのでやってたのかな。もっと簡易的なやつでやってたのかな。面白い、楽しい。ちょっとこれハマりそうです。ハマりそう。手汚れた。手汚れるけど楽しい。え、買ってよかったこれ。面白いよ。でもまあなんか単純にロウを溶かして押してっていうだけだけどね。あ、ちょっと昔の人の気持ちを味わえて面白かったです。てかおしゃれやね、これで手紙届いたらなんか嬉しいし、おしゃれな気がする。わ、おしゃれって思うよね。なんかこれを溶かすためにろうそく買ったんですよ、これをね。そしたらなんか思いのほか頭燃やしたら面白かったです。こんなろうそくある？これなんか冷静にさ、買うときにさ、私気づかんかったかな。まだ元気あるよ。でもこの人の顔が溶けていくってちょっと怖いわ。これね、全部ね100円ショップで買ったんですよ、このろうそく台もろうそくもシーリングも。面白かった、買ってよかった。めっちゃ手汚れたけど、溶けてます。今何分？お、38分。ちょっともう一回したいところですが、手が汚れたので洗ってきます。何も触れない。
ただいま。取れにくかった。取れた。すすって取れにくいんですね。きれいきれいです。きれいきれい。取れたよ。すすって取れにくいね。で、白い服だから白い服とかについたら厄介だね。なんかね、でも今こういうなんか昔の人がやってたようなこういうシーリングとかがなんか TikTok とかで流行ってたりするんですよ。それ見て私もちょっと影響を受けてやってみたんですよ。なんか結構こう昔の人がわざわざやってたことをわざわざこうやってシールを貼るじゃなくって、なんか手紙にろうを垂らしてスタンプを押すとか、なんかそういう昔の人がちょっと手間をかけてやってたことが今流行ってたりするんですよ。だから私もやってみたいなと思って買ってみたんです。こういう、こういう時間があるときにできるのいいよね。そう、なんかフィルム写真流行っとったり、土鍋でお米炊いたり、ちょっと手間をかけて作るとか、そういうのが何周も回って流行ってたりするんですよ最近。なんかお弁当箱がそのプラスチックのやつじゃなくてわっぱなんかその竹みたいなやつで作られたわっぱの容器とか、ちょっと昔ながらのやつが流行ってたりするんですよ。わっぱ飯って言って、あ、木の皮ですか、竹じゃないんだ。そう、でもなんか結構私そういうレトロなもの好きで、昔あったけど今はもうあんまり見ないってやつとかが結構好きなんですよ。これはちょっと昔すぎるけどねシーリングはちょっと昔すぎるけど、そう、なんかあのなんかばっかり言うけど、わざとちょっと平成風の画質にして映像を撮ったりとか、あ、竹もある？竹もあるんだ。フィルムカメラとかが流行ってたりとか、うん、平成のものはの文化をわざと取り入れるとか、昭和レトロをわざと取り入れるとか、もっと昔の文化を取り入れるとか、そういうのが今の時代もあるんですよね。流行ってる。
ね、ファッションも回るよね。ファッション、時代は回るんですね。面白かった。またやろう。回る回るよ時代は回る。トゥ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 チャ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 。この子はじゃあ収めます。ここに。ありがとう。やばい、墨がなんかすすが地味にさくっついてくる。なんだこれ、なんだこれ。また手が汚くなった。地味にすすが、地味にすすがついてくるよ。さ、すすでさ字書けるんじゃないかってぐらいさついてくる。ほら、また洗わないといけない。いやだー、わっ、やばい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 、白い服につく。やばいやばい。あ恐れていたことが起きた。白い服につく。なんかね、細かいね、すすがね飛んでね、ちょっとついた。まあいいや、洗います。もうすぐで12時だし、後で洗おう。白は危険ですね。お母さんによく言われてきた。なんか白い服着てたら白は危険だから気をつけて、ことあるごとに言われてきたな。味
なんか習字した人みたい。習字の後もさ手汚れるよね。習字した人みたい。例えば今年書き初めしてないな。なんか STU 入ったばっかりの時書き初めしたんだよね。書き初めしてた STU 入った時は2年連続。今年してない、そういえば。 STU やってたんだけどね、書き初め。ね、船に飾ってたよね。気にしない。そう、なんか日進月歩、一番初めに書いたのが日進月歩で、次に書いたのは気にしないでした。うん、手はもうちょっと後で洗ってきます。ありがとう、気にしてくれて。今年書くとしたらなんて書く？なんて書こうかな。なんて書こうかな。今年書くとしたら、なんて書くかな。思いつかない。わかった、思いついた。いい感じです、いい感じです。いい感じ。いい感だけ、感じ、いい感じ。いい感じ。なんでそれを書くかっていうと、なんかいい感じでいたいから。いい感じで痛いからです。考えた割にはあれかな。でもなんかラフな感じでいいです、それがいい。超いい、あ、でも超いい感じでもいいかも。超いい感じか。めっちゃいい感じとかでもいいかも。
超いい感じ、めっちゃいい感じ。なんかちょっとギャルいでもそう、なんか気負わない感じがいいなと思って。書き初め書くとしたらいいかな、いい感じ、いい感じにするかな。みんなはなんて書く？書き初め、書き初めにどうぞ書いてくださいって言われたら何しますか？みんなも、みんなも結構癖があるよ。みんなも癖あるじゃないですか。うん、世界平和、まあそれは確かにすごいね、規模が大きいね。じゃあちょっともう時間が時間なのでランキングを読んでいきたいと思います。はい、読みますよ。13位コウタさん、12位ガントチャートさん、11位ケンケンさん、10位ウリンちゃん、9位クジマサさん、8位ソリオさん、7位ヒゲメガネさん、6位ウミガメさん、5位カタカナのタカさん、4位ホエイプロテインさん、3位ハイキーさん、2位フミットさん、1位はジャボテンさんでした。ありがとうございました。ありがとう。みんなまだあれですか、お仕事始まらない？お仕事のこと話さない方がいい今。明日から？え、頑張って。ああ、明日からの人がちらほらいますね。頑張ってください。こんなすすだらけのグッドマーク、頑張ってー。大変だね。まあ、まだお休みの方はゆっくり過ごしましょう。たくさんたくさん寝正月にしてください。明日からお仕事の方はもうとにかく私も応援してるし、私も一緒に頑張るので頑張ってください。じゃあね、おやすみなさい。バイバイ。おやーすみーなさい。おやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。